本日の動画はやりたいと思ったことは必ずできるっていう動画です。あとこう人にあんまり相談しすぎないっていうのが大事で、まだこの横屋旅館、温泉旅館までついてないですが、もともと横屋温泉旅館から三社会家まで行くっていう決め、できると思って決めて行こうとして、まあ行けたんですけど、まだ、ついてないんで、まだわかんないですけれども、まあ遠足は、ね、ついてからストップします。まだ終わってないんで、なんとも言えませんけれども、この、おしどり隠しの滝行って、三社会区まで、この、歩いて行こうとしたんですけど、その道中に、結構ご年配の方というか、このステッキみたいな、こう、なんかステッキみたいな、こう、スキーの、なんか棒みたいな持ちながら、こう、本格的な感じの、割と、登山家みたいな。そうそう、登山家みたいな、詳しい、そうな人に聞いたところ、ちょっとやめた方がいいとか、まあ実際やめた方がいいとは思うんですけど、車で行けるとか、なんていうんですかね、多分その方の、に相談してそのまま、じゃあやめますって言ったらもう実現できなかったわけですけども、できる、で結局、まあやめた、もう本当にやばかったらやめますけど、まあ行ってみて、行けたらやろうみたいな感じで、まあ行けるかなっていう感じで行ってみたら行けて、今帰ってきてる最中なんですけど、だからそういうのも、まあやろうと思えば必ず、やろうと思ってできると思ったら必ずできるんですけど、そういうのを安易に人に聞いたり相談して、まあすごい真面目な人とかだったら、じゃあやめた方がいいって言ったらやめちゃうでしょうし、まあ、僕の政見放送とかもそうですけど、人に相談したらもう否定されたり、やめた方がいいとか言われると思いますし、まあ、車で行った方がいいって言われたんですけど、車ないんで、まあ、最初、まあ、すぐ近くだよとか言って、ちょっとストップします。すぐ近くだよっておっしゃってたんで、車じゃないのみたいな感じだったんで、徒歩で行くの、みたいな感じだったんですけど、結局徒歩で行けて、いや自分を信じてよかったなと思いましたね。ちょっと一瞬やめようかなと思ったんで、そんなにやばそうならやめようかなと思ったんですけど、自分を信じてよかったですね。大勝利です。まだちょっと、最後まで帰ってないんでわかんないですけども、また、これはね、たまたま今回、うまくいっただけであって、ありがとうございます。これやっぱり大自然っていうのは、もう、すごい厳しい顔も持っていますから、全然舐めてるわけではないですけども、本当に結構大変な道中でしたが、なんとかこうね、達成することできて、でもこれはやろうと思わないとやれないし、まあ、実行というか行動しないとできないんで、人に相談して、しちゃったらやっぱ、一瞬だからやめようかなとも思ったんですけど、まあ結局、やってよかったです、本当に。なんか、達成感じゃないですけど、まあ達成感というか、まあそういう、まあこういう大自然のね、いろんなもの見れて、よかったなと思います。だから、なんか夢とかね、持ってる人とか、やりたいこととか目標とか持ってる人いると思うんですけど、そういうのも、なんか自分で決めてできると思ったら挑戦してほしいと思いますし、それがね、人から言われて、なんかそれやめた方がいいとか、無理だよっていうふうに言われることってあると思うんですけど、自分ができる、大丈夫だって思うことは、挑戦して、やれてみたらいいと思います。もちろん本当やばかったら引き返せばいいだけなので、だからやらない後悔よりやった後悔の方がいいと思うので、まあもちろん本当やるときは本当真剣に集中してね、やらないといけないと思うので、はい。だから何かの参考になればというか、はい。もしね、夢とか目標ある人は、できると思ったら、絶対できるんで、頑張っていただけたらと思います。以上です。